どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、ゆうころです。皆さん、電撃文庫キャラの星8キャラ確保しましたか交換可能はね、シャナ、ユージ、タツヤ、ミユキとなっていて、あとは確定役にですね、ミコトと、えー、そして、トーマがいます。はい、ミコトとトーマですね、がいるコラボなんですけども、皆さん取りましたか 今回はですね、このコラボを、まあ、交換しようか迷ってる人とか、あとはガチャ引いた人向けにですね、えー、星8キャラの当たりキャラトップ6話していこうと思います。ちなみに、あの、星7キャラのトップ16に関してはですね、せっかくなんで明日動画で発表しようと思ってるんで、そちらもチェックしてみてほしいんですが、まあ、トップ16やばいな。トップ10ぐらいにするか。トップ10ぐらいの動画はね、明日話そうと思ってるんですが、まあ、今回はね、実際にね、こちらの星8キャラの当たりキャラランキングトップ6話していこうと思います。 みんなが思ってる以上にこのキャラの方が強いっていうキャラが結構いて、まあ今日はね、6位から、えってなるかもしれませんけど、話していこうと思います。まずは第6位やっていきましょうさあ、ということでまずは第6位からです。第6位はこちら、デン・サ井裕二ですね。 はい。ただまぁ、6位つっも、友情も弱いわけじゃないっす。バインドスキブさん封印 L 字プラスボイス持ちのキャラです。スキルは3ターンヘイソの22ターン変身キャラですね。はい。で変身できて、バインド封印暗闇操作負荷10強3つ L 字プラスボイス持ちって感じになってます。はい。 このキャラは、ま、暗闇創作体制持ってるのがやっぱ特徴的だね。これでサポート特化できて、10強3つ L 0プラスで火力も出せます。アシスト無誤回強員でも使えて、スキルは消せない場合の覚醒無効全回復1ターン回復費の攻撃が2倍って感じになってます。え、これやっぱアシスト無誤回復できるのは偉くて、今のパズラアシスト無うって結構もう致命的なギミックなんで、 これを返せるのが偉い。スキルに関しても、消せない場合と覚醒無効全回復持ってるのが4ターンですからね、かなり早いし、回復火の攻撃力2倍が打てるのも結構強いと思います。はい。若干エンハンス系のスキルね、全部返せますから偉くて、リーダースキルも火の2コンボで77%軽減攻撃力が40倍固定500万ダメージ、火の回復が2倍って感じになってます。まあ77%軽減あって軽く40倍500万回復2倍ですよ。強いに決まってるやん、こんなん。ね、っていう話で。 まあ軽減もあり、火力も出せ、固定500万もあり、火の回復も2倍ということで、リーダースキルもマジで優秀です。だから、6位の視点でかなり強いんだけど、まあじゃあなんで6位かっていうと、まず1個はやっぱり、 あのシャヌの相方で、ユージより、ちょデッカーが強すぎて、ちょっとね、デッカーで抑念感はあるんですよ。やっぱコンボ加算デッカーが持ってるんで、あれ、意外とデッカーの方が強くないっていうのがあって、っていうので、ね、ちょっとやっぱりユージ、えー、使用頻度少し減ってるのが痛いかなっていうのと、まあやっぱ、所詮、火力がちょっと低いんでね、どうしてもね。サポート枠にしてはちょっと火力も低めだし、なんていうの、その割にはサポート特化しまくってるわけでもないからさ、10強3つはあってさ。 っていうところがあって、ちょっと難しい性能になっちゃってるかなとは思います。まあ、ただ、それでも第6位の性能は十分あって、強い部類には絶対に入るかなとは思います。はい。っていうのが有事ですね。ちなみに、まあ、武器に関しては、まあ、武器はまあいいか。一応まあ、飛行無許を2つ l 字チーム HP 武器で、あの、十分武器もぶっ壊れてますが、ちょっと今回あくまでキャラ評価にしようかな。 いや、ま、あ武器もまとめて評価しよっか。武器も含めて6位って感じになっております。はい。ま、ただ、シャナの相方としても十分強いし、シャナサブに入れても使えなくはない優秀なキャラということで、えー、今回十分な第6位になっております。6位だけど十分当たり枠です。さあ、次トップ5やっていきましょう。<ー>さあ、続きまして、第5位です。第5位はこちらになります。でん、こちら、トーマですね。はい、トーマが第5位になっております。はい。 このキャラは、バインドスキビオン封印 L 字プラス、ボイス持ちのキャラで、20ターンで変身できます。トゲが落ちてきて変身ということで、変身時に遅延とか閉装がないのが、ちょっと痛いポイントかなとは思います。やっぱ変身時はね、遅延かね、閉装が欲しいもんなんですよね。そこがネックではあるけど、スキビオン20ターン変身で、変身後はバインド封印、指2つ、10強3つ L 字プラス、を持ってます。はい。 スキルは2ターン落ち込んなし、属性吸収、ダメージ吸収、無効、ダメージ無効、貫通、ランダムドロリフが7ターンって感じになっていて、まあ、この7ターンスキルは間違いなく破格でこんなん。ね、意味わかんないですね。2ターン、え、7ターンで全体押すからね。落ち込んなし、ダブル吸収、無効貫、ドロリフ、7ターン。意味わからんですね。 リーダースキルも、まあ、ってかリーダースキルが間違いなく強くて、3色同時でダメージ77%軽減攻撃力が15倍、3コンボ加算ドロップ消すために攻撃力1.2倍って感じになっていて、まあ言うなら10コンボ組んだら90倍ぐらい、14コンボで180倍とか出るんで、 リーダースキルとしては破格なキャラになっています。なんでちょっとね、あの、順位低めかっていうと、まあ、ちょっと懸念点が一個だけありまして、まずやっぱりリーダーで強いキャラっていう視点で、ちょっとどうしても将来性が少し下がりがちなのと、サブに入れる場合は10強3つ LG プラスなんで火力低くて、その割にダブル吸収無効貫通スキル自体も、言うてダブル吸収枠と無効貫通枠って分けることが多いので、 あんま無理ににサブに入れることもないからこのリーダースキルが死んだ時点でトーマはあんまり使いづらくなっちゃうんですよ実際結構あんまりサブとしてこれから頻繁に入ってくるとかはそこまではなくてあのもちろん強いからね入る場面もあるんだけどねあるんだけどそんな頻繁には入ってこないからそうなった時にじゃあトーマどうやって使うかって言ったらリーダー運用なんだけどこのリーダースキルの環境がインフレに飲まれていって死んでしまったらちょっと ししんどいいななっってててうので評価としては5位になっております今現状なら結構強いんだけど将来性を考えた時にはまあちょっと他のキャラの方が僕は強いかなと思うんで5位って感じですねまあ、ただ武器は指3つ雲その坂にダブル吸収ダメージ無効貫通お邪魔目覚めが14段とか意味わからん強さしてるんでまあ、武器としても使えるとは思いますがまあ、キャラが欲しければ確定買ってもいいですけど、まあ、リーダーとして性能が死んでしまうとあまり見る機会は減ってしまうかなっていうキャラだとは思ってはいます、まあ、スキル強いのは強いんですけどねあのー今 のパズドラの状況だとダブル吸収ダメージ無効貫通は別枠にしてることが多いので7ターンというちょっと重いスキルのトーマを入れるぐらいだったらもう別々で入れた方が強い場面のが多いと思うんでそこがネックになってくるかなとは思いますまあ、ただね優勝なキャラということで、えー、トーマ、えー、こちら第5位に入っておりますそれでもめあの強いのは間違いないしね現環境に多いとはね間違いの強いですただ他のキャラはやばすぎるだけなんで第5位でも十分強いトーマでしたさあ次行きましょう <music> さあ続きまして第4位です。第4位はこちら。で、みゆきがランクインですね。もう僕はめちゃくちゃミユキを押してます。これ4位ですけど、僕は4位以上にミユキをマジで押してます。はい。バインドスキブに封印回復エルジーボイス持ちのキャラです。まあ、スキブ2個の22ターン変身で、まあ、3ターンヘイスとしてから変身できるキャラになっております。はい。 三ターンヘイスト変身で、変身時にヘイスト持ってるのも偉いですね。スキブ二個持ちで。で、変身後はこんな感じになっております。はい。バインド封印指、十強四つ回復エルジボイス持ちですね。なので、みゆきはスキブ洗剤をつけると、スキルブースト5個に三ターンヘイストのキャラとしてね、変身キャラの割にはとんでもないスキブでも使えますし、あとはキラーとかつけて軽く枠で十強四つプラスキラーみたいな感じでね。キラー三つぐらいはつけれるので、言うなら三つつけたらまあ、それで。 えー、5000倍ぐらいかな。625の8倍だから5000倍。なんなら4つつけたら1万倍そのタイプに対して出ますので、キラー火力も踏まえるとかなり火力も出せますという感じになっていて、まあ、僕が見受けをしてる理由は圧倒的にスキルで、4ターン高速ルーレット1個生成、指2倍、ロック解除、木を水に変化が4ターン出てます。このルーレットやっぱずるかったっすね。僕何回か使ってみたんですけど、 まあもちろんパズル力は要ります。通常ルーレットに比べるとパズルはね、間違いなく難しくなるんだけども、限界値がすごいんですよ。ラフィーナの2倍の速さなんで言うなら、回復花火とか、まあなんでもいい花火を食らった場合に6色雲乗ってラフィーナだともうほぼ無理なんですよ。秒数で言うと、もうね、すごいですよ。5、10、22、31、37、40、40秒くらいが多分かかるんですけど、みゆきの場合それの半分でいけるんですよね。だから、どんな花火を食らおうが、 指延長を含めるとゴリ押せるっていうところがめちゃめちゃ強くて、そのルーレット運用という点を評価すると、僕はもうこのみゆきのルーレットっていうのは間違いなく強いと思います。なので、いろんなね、多色編成だけじゃなく、水をね、メインに使っていきたい単色編成とかに関してでもルーレット運用できるかなというところで評価して、えー、僕は第4位にしております。はい。C、ま、っ、あ、ていうなら、ルーレットが4ターンなのに4ターンスキルなんで、まあ、なんかね、あのー、意外と、 ループしづらいっていう難しさがあるんですよ。基本的にループなんですけど、敵がルーレットとかしてくること最近増えてきてるんで、ちょっとラフィーネみたいにゴル押しループしちゃうとかっていうのはあまりできないので、そこがネックではありますが、まあ、それでも、あの結構ルーレットがい裏戦術とかもね、簡単にサブで活躍してくれてたので、まあ、評価してあげて代用となっております。はい。リーダーをね、77%軽減攻撃35倍、固定700万、人水の回復2倍と悪くはないんですけど。 ま、使うとしたらやっぱりサブ運用の方が絶対強いんでサブで使うことが多いかなと思います。ちなみに武器はスキブ2個に水ズド強プラス、スキルは5ターン、6目覚めに3ターンチェーンが12ターンなので、スキブ2個3ターンチェーン武器として使える可能性もあるかなと思います。という感じでした。はい、こちらが第4位のみゆきです。もういろんな編成のルーレットサブで間違いなく活躍してくれると思います。さあ次第3位行きましょう。さあということで、第3位話していこうと思います。 記念すべき第3位はこちらになりますでるるるる、でんこちらでん、シャナが第3位にランクインですはい。こいつ交換できるのおかしいだろ、マジで。 バインドスキブさん封印ボイスに25ターンで6箇所ヒト回復の二色人に変化。3ターンチェーン、そして変身が25ターンです。まあ、二色人を変身時に打てるのも偉いし、何より3ターンチェーンによってスキル試しやすいのもすごい良いポイントですね。25ターン変身で変身もしやすくてスキブ3つ持ち。変身後はバインド封印指、10強3つ、神キラー、冬、ボイス持ちです。はい。これね。 実況3つに浮遊でまず2500倍確定。さらに神キラーで12500倍。武器とかつけてあげればもっともっと軽く出せるんで、まず軽くがおかしいところ。さらにスキルも上限60億にして、6解除、非回復、六個生生が2ターンで打てます。まあ、つまり、シャダン2体入れてあげると、マイターン上限60億と、6解除と非回復、六個生生が2ターンなんでループするんですよ。 毎ターン6ク解除非回復6個施設で,できて弱いわけなくないその上でリーダースキル、火の2コンボで攻撃力が35倍、5コンボ加算、回復ドロップを消すために攻撃力が1.2倍、火の HP が5倍です。あの、これ3位ですけど、他のコラボにいたら1位です。間違いなく。これ間違いなく1位です。他のコラボにいたら。あの、今回のコラボだから3位ですけど、間違いなく他のコラボなら1位にいます。確実に強いです。で、シャナってもちろん、例えばね、 あのこれ僕真面目に評価したいんで黒飛びとかガチャドラとかまあ,あとアグリゲートとかとべ比べた時にっていうのはやっぱり安定感っていうのは減ります間違いなく100%あいつらに勝てる要素っていうのは全くないしなんていうのシャダってやっぱり盤面の良さによって運営されるから結構盤面左右型のキャラではあるのね例えば花火食らった後とかだったら火回復60セーしかできなかったりとかあの水花火とかね木花火とか食らった時にねどうしてもやっぱり 非回復六個ずつ生成しかないから盤面生成量には左右されるはされるんだけども逆に言えばよよほど運悪くない限りは毎回火力を出していけるわけだしなんなら上振れたらそういう黒飛びとかを超えるような性能が出る瞬間って絶対にあるんですよだから盤面に左右されるとは言ってもやっぱり性能はめちゃ強い で、まあ、HP5 倍、5コンボ加算、攻撃力35倍に、えー、回復ドロップ決差比1.2倍なんだけども、やっぱりこれ回復力倍率がないから、そこは結構しんどい。ただまあ自動回復ループ合わせてあげるとか、あとはデッカーと組み合わせてあげると、屋長ですらゴリゴリ回復していけるから、意外とね、あの HP5 倍はそこまで気にならないかな。おい打ちも相方で埋めれるから、そういう点でリーダースキルも非常に強いかなとは思います。はい。 なので、多少盤面運にさあの左右されるところがネックなキャラではあるんですが、もう性能としては環境最強リーダーランキング、まあトップ5にはね、もうほぼ入ってくると思います。そのぐらい強いキャラになっていて、めちゃくちゃ僕も押してます。 まあ今現状、ウルトの中ロイヤル使うんだったら、もうシャナ使って楽したいなっていう気持ちがあるくらいには強いので、まあ環境上にも入ってくるであろう性能してると思います。はい。なので、もうシャナは間違いなく強いので、まあそういう意味でね、評価高めということで、今回は第3位にランクインです。逆に言えば、こんなにぶっ壊れてるキャラが第3位のコラボってやばいっすよね、マジで。武器もね、普通に悪くない武器ですが、まあ今日は実際にね、シャナを超えるキャラ紹介していこうということで、次は第2位やっていきましょう さあとということで残すところ第2位第1位のみとなりました電撃文庫コラボ星8キャラランキング第2位を発表していこうと思いますということで第2位はこちらになりますでるるるるる,るでんこちらでん柴達也が第2位にランクインですはいまあねそうですねただえっと達也に関してもこれも他コラボにいたら絶対1位 こいつ、ほんまに強い。これ、あのね、みんなね、多分、シャナがリーダー性能高くて、億長ね、早いんですよ、とにかく。だから、評価高くなってるんで、シャナに注目しがちなんですけど、やばいのは、達也です、絶対に。交換可能キャラで一番やばいのは、絶対に達也です。なので、これ、ちょっと注目しておいてください。えー、バインドフインスキムさんボイス持ちで、25ターン、2ターンダメージ無交換通で変身です。 ま、ただ、やっぱり、達也は、編成組むのが難しいキャラだったりするので、初心者の人とか、中級者の人が取る分には、やっぱ、シャナ取った方が絶対使いやすいんですよ。ただ、達也に関してはですね、こんな感じ。バインド封印指、浮遊、十強三つ、十字ボイス持ちで、属性も闇水と。で、スキルも上限80億、盤面76マス、水闇の攻撃が4倍ということで、黒飛び相方で、めちゃめちゃ強いんですね。 もちろんねサブに1体とフレンドに1体黒飛びが必須になるので黒飛び持ってることが前提にはなりますがまずこの時点で黒飛び持ってれば屋長においてはグランエルヴよりも絶対に芝達也の方が絶対には言い過ぎなんだけど普通に使い勝手はいいですやっぱり。 あの、上限80億、76マス、水闇攻撃4倍で、76マスがやっぱ偉いですね。盤面縮小を返せるからスキルが非常に強いということで、え、スキル的にも強いし、リーダースキルもね、水闇同時でダメージを半減攻撃力40倍、回復力は3倍、にコンボ加算固定1ダメージ、水闇の HP が2.3倍と、無難に使える、え、黒飛びの相方になっておりますま。だからといって、じゃあ、芝達也は黒飛びの相方でしか使わないんですかい,いえ、そんなことありません。 芝達也ループです。まあ、ただ、このね、芝達也ループを使おうと思うと、現状ね、リーダーとして強い、あの、トーマですね。トーマをね、確定で買う必要があるんですが、リーダートーマに、サブ2体達也のフレン達也にしてあげて、達也ループをすると、上限80億、盤面76マス、水闇の攻撃4倍がループし続けるんですよ。で、これがネタっぽいと思うんですけど、本当に強いの。これ、マジで強いのね。達也トーマループ、マジで強いの。 ちょっとでもね、これね、難しいんですよね。こういうキャラって、1個のキャラでしか使わないイメージがあると思うから、結構むずいんだけども、ただやっぱり、まず黒飛び相方で使えて、非常に相性がいいというポイント。さらには、グランエルブ黒飛びのサブにぶち込んでも76マスの上で使えるところ。あとは、タツヤループしてあげると、上限80億76マス、水闇攻撃4倍ループで非常に相性が強いというところも考えると、タツヤは間違いなく強いキャラになるかなと思います。で、あとは、単純に、これね、 一番注意してほしいのが、実はこのキャラ、今の二つ以外にもね、立ち、あの、使い方があるんですよ。何だと思いますか火力枠なんですよ。水、あの、十強三つに冬に水や水属性二属性持ってるんで、まず火力が出る上に十字で超クライムも返して、スキル80億盤面76マスエンハンスなんですけど、盤面76マスめっちゃ強いんですよ、これ。 で、しかも水闇攻撃4前も普通に火力が出づらい編成なら3ターンに1回高火力出せるということで、達也の性能がマジでいいんですよね。だから、結構シャナってどうしてもリーダー寄りだから、それこそね、シャナ自体は、まあ言うならね、後々聞いていく可能性もあるんですよ。やっぱりね。ただ達也は、まあ黒飛びがいるしね、結構安泰だし、達也ループとかサブの火力枠でも使えたりするところはかなり評価できるかなと思います。やっぱ76マス3ターンで撃てるのは偉いっすね。 で、まぁ、あ、今回は、やっぱり黒飛びが相方にいるというところで、第3な、第2になっていますが、それ以外にもタツヤループもね、十分。えー、まあタツヤループだけだったらシャナと同等ぐらいかな。であとはあ普通にいろんな編成の軽くサブで使えたりもするので、そういう汎用性の高さも評価して、僕はシャナより上にタツヤを置いておきます。えー、非常にこいつは僕は強いと思っていますので、第2タツヤがランクインです。さあ次行きましょう。 さあ、ということで、第1の発表になります。第1はこちら、三坂誠ですね。まあ、えっと、今現状、三坂誠のユーコールチャンネルで上がってる攻略編成が、えー、まず、奥長、ジグン1枚2枚でしょ。で、次に、えー、強調、ジグン2枚ね。で、万、え、寿、ー。で、千寿ね。で、当然、百式もいきます。えー、たされ百式ね。なので、まず、えっと、 三つの神聖の億長、強調、万獣、千獣、そしてカタサレ百式。えー、この5個が全て、えー、三坂ことで終わります。さらに、9月クエストレベル15、そして裏千獣。やばくない ?7 個。7個やばいだろ。全部ことで勝てます。いや、周回できます。結構俺の中でインパクト一番大きかったのは裏千獣やね。裏千獣ことで回れるのは一番やばい。 マジでぶっ壊れてます。で、かつ、無こ感ロック解除生成もあって、マジで強いですね。で、えっ、ー、と、ま、あま、あ何から話すと覚醒は超つなげしわさずに冬に、光列ルロック枝豆、ボイス、生成でまず強いし、枯れこも出せる。スキルも1ターン向こうロッ6解除中央1列光変化が3ターンで打てます。無こ感ロック解除生成3ターンよ。強いに決まってるやん。 で、リーダースキル落ち込んだし、光6個消してダメージ半減、攻撃力35倍、固定1000万ダメージ、光の HP2.2 倍です。なんだろうねもう強すぎるんですよね落ち込んだしでバッチも自由だし、HP2.2 倍半減、攻撃35倍固定1000万で耐久値もあって、まあ、サブにインデックスとかセリカ打ってあげれば十分軽く出せる,軽く出せると。で、無効感6回以超一列 s s なんだけど、76の場合これ2列生成なんで、無効感6回以生成が3ターンでループする。おかしいんですよね本当に。で、3体だから枠も結構自由に使えて、 まあ、集会においても今、メサカミコトを超えれるのはベルガーしかいないですね。ベルガーに関しては、ダンジョンによってはベルガーの方が強いがあるので、全然ベルガーが超えてるダンジョンもあるとは思うので、もちろんそこはね、使い分けになりますが、やっぱりもうベルガーかミコトしかもう今話にならないですね、正直言って。ベルガーって、今までの既存の集会キャラを全部壊したぶっ壊れなんですよ。既存全部壊してぶっ壊れやんっつって実装された後のミコトがさらに強いっていう、そのやばさがね、もうとんでもないですよね。まあ、ちなみにミコト武器も超強くて、 10強スキブ武器で3ターンダメージ無効貫通強化ドロップ100%目覚め2段ヘイストが14ターンですぶっ壊れですねマジで武器も10強スキブ2ターンヘイスト武器っていう超使いやすい武器でキラーとかでもない限りはもうめっちゃ10強が強いしねもう何ていうの最強の一体ですねマジで、まあ、周回環境においては、まあ、しばらくはみこと使えると思いますしコーナ度に関してはもう今現状がね、えー、ミこトのピークだと思いますのでもう本当に強いです本当に で、まあ、それこそ、えっと、9月9ストはレベル15勝てると思うんですけど、レベル10はレベル13とかの見事で勝てますし、 であとは、来月から10月クエスト来ますけど、そういうところもミコトで破壊できる可能性が高いので、そういう点では、クエストダンジョン勝てるってところも評価すると、結構将来性もあ,あってね、非常に確保するべきキャラかなと思います。まあ、ミコトは正直今3600円あれば、絶対1体を確保しておいた方がいいかなというキャラになっていますので、ぜひ、炎かとミコトループとか、ミコ, <laughs> ミコトミコトループで使ってみてください。まあ、ということで、今回ですね、三坂ミコトがね、第1位ということで、えー、電撃文庫の星立最強キャラランキングトップ6を話す動画でした。またね、放射なキャラ に関しては明日話していこうと思うのでそちらもぜひチェックしてみてくださいじゃあ今回の動画は終わりになりますチャンネル登録ぜひお願い,いしますご視聴ありがとうございましたバイバイ